スナ、私ね、アスナにプレゼントを作ったの。え？私に？いつもお世話になってるからね。そんなことないよ。でも私のために作ってくれるなんてすごく嬉しいな。どういたしまして。はい、これプレゼント。これって下着だよ。またこれはすごいな。どう？可愛いでしょ。アスナに似合いそうなのを一生懸命考えたんだ。細かい刺繍にもこだわっててね、結構苦労したんだ。ちょっとキリト君、そんなにまじまじと見ないでよ。ごめん、見事な刺繍だなって感心してたんだよ。アスナ気に入らないかな。ううん、すっごく可愛いと思うよ。まさか下着を作ってくれるなんて思わなかったからびっくりしたの。そっか、喜んでくれてよかった。そうだ、今つけてみてよ。今？うん、せっかくだからアスナがその下着をつけてるところを見たいな。でもキリト君いるし。俺外に出てようか。ほら、キリトもこう言ってることだし。外に追い出すなんて悪いよ。じゃあ目の前で着替えようか。それはダメ。わかったわ、ちょっとそこの陰で着替えるから。キリト君、絶対覗いちゃダメだよ。ああ、もちろん。それじゃあ決まりね。さあさあレッツゴー。うわぁ、ちょっと押さないで。アスナうまくストレアに乗せられたな。よし、それじゃあ装備を全開化しようか。あれ、ストレアさん、ちょっと後ろ向いててもらってていい？え、なんで？着替えてるところをそんなじっくり見られると。女の子同士なんだから別に恥ずかしがることないじゃん。ほら、脱いだ。自分で脱がないなら私が脱がしちゃうよ。遠慮しないでよ。こっちまで丸着こえなんだけど。キリト、お待たせ。ああ、やっとは。ちぇー！どう？似合う？なんで下着のまま。キリトだけ見せてあげないのはかわいそうだなって思ってそのまま出てきちゃった。そうか。いや、おかしいだろ。それに、なんでストレアまで。アスナ見てたら私も着たくなっちゃったの。自分用も作ったんだよ。やっぱり恥ずかしいよ。手で隠したらもったいないよ。もっと堂々としてなきゃ。アスナの下着どう思う？やっぱり装備すると細かい装飾までよく分かっていいな。このレースの形状なんて。ちょっとキリト君、何真面目に語り出してるのよ。ごめん、つい。やっぱりキリトも下着に興味あるんだね。え？そしたら今度はどういうのを作ろうかな。可愛い系と言ったらフリルとレース、あとリボンもいいよね。清楚感を残したいから色はパステルカラーかな。例えば薄い水色の上下で縁には白いレース、パンツの両サイドにはリボンがあって、この際紐にしちゃおうかな。どう？あと何かリクエストある？リクエスト？もっと透け感を出した方がいいとか、布の面積を少なくした方がいいとか。キリト君、想像しないでよ。してないぞ。嘘、キリト君の考えてることはお見通しなんだからね。アスナ、近い。自分が下着だってこと忘れてないか。キリト君のバカ。着替えてくる。次回作
バルゴ、ちょっといいか。キーボー、それにリーファか。何か面白いネタでも掴んだのか。定位置から動かず攻撃もしてこない邪神級モンスターがいるのは知ってるか。ああ、そいつか。詳しい情報は俺っちもまだ集めてる途中なんだ。今分かってる情報だけでも売ってほしいんだけど。まだちゃんと裏が取れてないから売る気はないぞ。情報屋としての信用が下がるのはごめんだからな。でもどうしても邪神を助けてあげたいんです。裏が取れてないなら私たちがその情報の真偽を確かめます。しょうがないな。この情報はタダでくれてやるよ。え、いいんですか。その代わりキーボーたちが攻略したらそのイベントの情報を売ってくれ。ああ、わかった。邪神の近くにあった石板は確認したか。太陽と月が奪われたからここに持ってこいってやつだろ。それだ。このイベントでは太陽と月両方を集めなければならないんだ。そしてこのスバルト・アールブヘイムのレアアイテムに太陽の石、月の石と呼ばれるものがあるんだ。それらの石がある場所は正確な位置までは分かってないが、どちらもここにある洞窟の中だよ。それだけ分かれば十分だ。ありがとうな、アルゴ。どういたしまして。念を押すようだが、攻略が終わったらこのイベントの情報を売ってくれよ。もちろんだよ。よし、早速石を探しに行こう。うん、頑張ろう。ここに太陽の石と月の石があるんだよね。ああ、ここからは情報がないから注意して進むぞ。はい、はい、俺も負けないように頑張らないとな。これで決めてやる。あのモンスター、他のやつより強そうだな。あ、見てお兄ちゃん、モンスターの後ろにオレンジ色の石があるよ。となるとおそらくあれが太陽の石だな。こいつを倒さないとゲットできないってことか。そうだね、行くよお兄ちゃん。ああ、これで決めてやる。うわっ、はい、これで決めてやる。大したことなかったな。絶好調だよ。これが太陽の石か。透き通っててすごく綺麗だよ。ほら、お兄ちゃんも見てみなよ。本当だな、近くで見るといかに綺麗かよくわかる。リアルではこんな石見たことないぞ。私もだよ。これは高く売れそうだな。イベントアイテムだから売れないのが残念だ。もうお兄ちゃんってばまたそういう夢のないこと言って。え、お兄ちゃん、顔が近いよ。ごめん、気づかなかった。もう、年頃の女の子はこういうの気にするんだろうな。迂闊だった。気兼ねなく接するのも問題だな。すぐに嫌われてないか心配だ。お兄ちゃん、何ぼーっとしてるの。太陽の石もう私のアイテムストレージに入れちゃったよ。
ああ、サンキューな。それじゃあ、月の石を探すか。腕が鳴るね。クリアだな。よし、やったね。これにするよ。
これで月の石もゲットだな。今度は青い石だ。太陽の石も綺麗だったけど、こっちもすごく素敵だな。そっか。お兄ちゃん、なんでそんな遠くにいるの？前回の失敗を生かして。前回の？ああ、太陽の石をゲットした時のこと？なあ、妹だからってあんまり気を使わないのも考えものだなと思ったんだよ。だからもう少し女の子として接した方がいいのかと思ってさ。そんなこと考えてたんだ。あ、すぐ。もっと近づかないとちゃんと石が見えないでしょ。だからってそんなに顔を寄せなくったって。お兄ちゃんとくっつくの嫌じゃないよ。え、さっきはいきなり至近距離にいたからびっくりしただけだもん。なんだ、よかった。でも嬉しいな、お兄ちゃんが女の子として接してくれようとしたなんて。結局どっちの方がいいんだ？どうしよっかな。そんなに迷うものなのか。というか、いつまでくっついてていいのか。じゃあどっちも。まったく、すぐは欲張りだな。ダメかな。できるかどうかはわからないけど、努力してみるよ。お兄ちゃん、ありがとう。あ、さて、月の石もゲットしたし、一旦町へ戻るか。準備を整えてから邪神がいる場所へ行こう。そうだね、できるだけ早く行ってあげよう。あれ、ストレア、どうしたんだその姿。私ってピクシー姿にもなれるんだよ。まあユイとほぼ同じデータ構成だから、ナビゲーションピクシーになれてもおかしくはないか。さーて、キリトの肩に乗って。ん、自分で飛ばないのか。うん、キリトの肩が居心地いいからね。そういう風に言われるといたずらしたくなるな。キリト、振り落とさないでよ。もうそっちがその気なら。えい、なんか服の中に入るなよ、くすぐったいから。さっきの仕返しだよ。やめ。ストレア、俺が悪かったから出てきてくれ。私を振り落とそうとしたこと反省した？ああ、こんな目に遭うならもう絶対にやらないよ。じゃあこのくらいにしてあげようかな。そうしてくれ。というか、いつまで俺の首元にいるんだ？肩がダメみたいだから、ここを私の特等席にすることにしたんだ。勘弁してくれ。とリーファって、私にはただの兄弟っていう関係だけには見えないんだよね。ただの兄弟以外に何があるって言うんだ？もしかして禁断の兄弟愛とか。はい、それだったら腑に落ちるんだけど。どう、図星？違いますよ。本当に動揺するところがますます怪しいな。
確かに私とお兄ちゃんは血はつながってない兄弟だけど、それ以上のことなんて何も。え？おいすぐ。あっ！どういうこと？今更隠してもしょうがないか。俺は生まれてすぐに両親が死んで、母親の妹夫婦である桐ヶ谷家の養子として引き取られたんだよ。だから俺とすぐは厳密にはいとこということになるな。そうだったんだ。だけど血はつながってないとしても妹だってことには変わりはないし、フィリアが邪推したような事実もないよ。お兄ちゃん、なんかごめんね、からかったりして。気にしなくていいよ。フィリアがそういう風に思ったってことは、それだけ仲良く見えたってことだろ。 SAO に囚われるまではすぐとはほとんど喋らなかったんだ。でも今は違う。今まで離れてた分、少しでもすぐとの心の距離を縮めたいと思ってるんだよ。お兄ちゃん、そんな風に思ってくれてたんだね。これまで寂しい思いをさせたからな。ちゃんと向き合っていけるように頑張るよ。うん、やっぱり二人は兄弟なんだね。今のやりとりを見てたら、すごくお互いを大事に思ってるんだって分かったよ。キリトの言葉はこっちが恥ずかしくなったけどね。確かにそうですね。あんまり他の奴らには言うなよ。分かった。仕事がいっぱいですよ。またいつでも来てくださいね。さて、中断してたダンジョン攻略を再開しに行くか。あの合体した鍵で入れるダンジョンを探すんだよね。どこかしら。砂漠の島に行ってみましょう。寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。今日は楽しいお祭りだよ。そういえば今日はお祭りイベントの日だったな。いろいろな屋台があって面白そうだ。誰か誘ってみようかな。誰を誘うか。お祭りイベントも終わりま。誰を誘うか。
シリカ。あ、キリトさん、こんばんは。何かご用ですか？うん、今日はお祭りやってるだろ。よかったら一緒に行かないか？え、私でいいんですか？うん、シリカと行きたいと思ったんだ。もちろんフィナも一緒にな。それで予定空いてるかな？はい、バッチリ空いてます。そっか、それなら今から行けるか？もうお祭り始まってるみたいだぞ。今からですか？用があるなら先に済ませてきていいよ。そうじゃないんですけど、あのキリトさん、ちょっと待っててもらえますか？ん、ああいいよ。ありがとうございます。すぐに戻りますので。シリカ、すごい勢いで走っていったな。どこに行ったんだろう。よくわからないけど、とりあえずここで待ってるか。キリトさん。お、シリカ。はあはあ、遅くなってごめんなさい。いや、それは全然いいんだけど、その浴衣どうしたんだ？どうですか？この浴衣、期間限定アイテムなんですよ。つい衝動買いしちゃったんですけど、着る機会があってよかったです。よく似合ってるよ。え、そうですか？まあ可愛く着こなせてると思うよ。ありがとうございます。キリトさんに喜んでもらえてよかった。ん、なんか言ったか？あ、いえ、なんでもないです。それじゃあ早速お祭り見て回りましょうか。ああ、そうだな。いろんな屋台が並んでるよな。シリカは何が好きなんだ？そうですね、たくさんありますけど、やっぱり甘いものが好きですね。 VR 世界の中なら太らないと思うと、どうしても食べ過ぎてしまって。フグも同じこと言ってたよ。甘いものといえば、あ、わたあめ発見。わー、いいですね。それじゃあ買おうか。わたあめ一つください。一つ500ユルトです。ありがとうございました。思ったより大きいな。持ちにくいから気をつけて。え、これ私にくれるんですか？あ、もちろん。ありがとうございます。それじゃあいただきます。甘くてふわふわでとっても美味しいです。そんなに喜んでくれると買った甲斐があったよ。キリトさんが買ってくれたから余計に美味しく感じるのかもしれません。そうか。あ、キリトさんも食べてみてください。あ、俺も。じゃあいただきます。うん、うまいな。小さい頃食べた綿あめと同じだ。びっくりするくらい見た目も味も再現されてますよね。ああ、なんだか懐かしい気持ちになるよ。小さい頃すぐとお祭りに行ったことを思い出すな。キリトさんの小さな頃か。きっとすごく可愛かったんだろうな。可愛いかどうかわからないけど、すぐとはよく姉妹に間違えられたな。わっ、あ、ピーナ。ピーナが綿あめに突っ込んだぞ。ピーナ、離れなさい。これはどうすれば。ピナが綿あめ全部食べちゃった。ピナも食べたかったってことだろう。うん、私の綿あめだったのに。シリカ、ちょっとここで待っててくれ。もう一回買ってくれよ。え、そんな悪いです。でも、もっと食べたかっただろ。それはそうですけど。キリトさん、ちょっといいですか？ん？キリトさんのほっぺに綿あめついてましたよ。え？の
う一つ買わなくてもこれで十分です。シリカ、今の私ごめんなさい、なんてことを。本当に本当にごめんなさい、失礼します。 おいシリカ、祭りイベントの終わりまでまだ時間があるな。誰を誘おうか。おま、だ、アスナ、一緒にお祭りに行かないか。もちろん、私もキリト君を誘おうと思ってたんだよ。キリト君と同じことを考えてたって思うとなんだか嬉しいな。それじゃあちょっと準備してくるね。どう？キリト君、私の浴衣姿すごく似合ってるよ。そうかな、すごく嬉しい。キリト君ならどんな浴衣が好きかなって考えながら選んだんだ。喜んでくれてよかったよ。さあ早く回ろう。ああ、すごい人だな。一度はぐれたら見つけるのが大変そうだね。そうだな。その手つなごっか。いろんな屋台があるね。アスナ、あれ買っていい？いいけど、何か得体の知れない串焼きだね。キリト君って結構チャレンジャーだよね。そうかな。はい、毎度。いただきます。うん、焼き鳥みたいな味でなかなかいけるな。一体それ何の肉なの？カエルモンスターの肉。アスナも一口食ってみるか。カエル、いらない。そんな固くなに拒否しなくてもうまいのにな。ダメなものはダメなの。あ、ほら、あっちの方に美味しそうな屋台があるよ。お、本当だ。焼きそばにかき氷まで、なんだか日本のお祭りみたいだな。まさか VR 世界の中にこんなのがあると思わなかったよ。ねえキリト君、そこのたこ焼き食べたい。いいね。じゃあ俺がおごるよ。値段はいくらだ？一つ500ユーロです。じゃあそれ一つ。キリト君ありがとう。すごいなこれ、湯気までちゃんと再現されてるんだ。まだ暑いかな。いや、むしろこういうものは熱いうちに食べないと。あ、熱っ。やっぱり一口で食べるからだよ。少し冷ましてからにしよう。なあ。それにしてもお祭りだなんて久しぶりだな。ああ、2年以上 SAO にいたからな。それもだけど、私の場合それよりもっと前からの話。リアルでもあんまりお祭りに行く機会がなかったんだ。友達って言っても成績を競う相手って感じだったし、そもそも門限があるから夜外に出ることもほとんどなかったな。だからね、 VR 世界の中だけどこうやってキリト君と一緒にお祭りに来られてすごく嬉しいの。そっか。なあアスナ、現実の世界でも一緒にお祭りに行こうな。約束だよ。あ、絶対だ。その時はまた浴衣姿が見たいな。楽しみにしておいて。さて、そろそろたこ焼きも食べ頃かな。あ、ちょっと待って。ふう、はい。あ、キリト君、口開けて。でも人の目もありますし。もう私だって恥ずかしいんだからね。ほら、早くしないとあげないよ。ごめん、食べるから。
おいしい？おー、うまいな。さっきは熱くて味がよくわからなかったけど、リアルの味をかなり再現してるぞ。本当？じゃあ私も食べてみようっと。じゃあ今度は俺が食べさせるよ。いいよ。俺には食べさせておいて、自分だけ普通に食べようなんてずるいぞ。分かったわ。はい。お祭りイベントの時だけしか食べられないのは残念だな。じゃあ私が作ってみようか。 ALO の食材で再現できると思うわ。本当か？任せなさい。アスナ、すごく楽しそうだな。浴衣姿も見られたし、誘ってよかった。リアルでのお祭りも楽しみだな。お祭り誰を？リズ、一緒にお祭りに行かないか？え？あ、私？ああ、リズはこういうイベント好きそうだし、よかったら一緒にって思ったんだけど。そう、キリトがそんなに言うんだったら一緒に行ってあげるわよ。もちろんお祭り大好きだしね。よかった。なんかそんな気がしたんだよな。私はあんたの中でお祭り好きなイメージなのね。まあ間違っちゃいないけど。でもあんたがお祭りに行きたがるなんて意外ね。そうか？うまいもんがたくさんあるし、結構好きなんだけどな。ああ、なるほど。食べ物目当てね。まあいいわ。じゃあ準備してくるから、ちょっと待ってて。お祭りといえばやっぱりかき氷よね。お、いいな。俺も食べようかな。いらっしゃい。何味にしますか？リズは何にするんだ？私はやっぱりいちご味かしら。こういう時はなんだかんだ言って定番が一番おいしいものよ。キリトはどれにするの？迷うな。定番の味でもいいんだけど、せっかくだし、これにするか。ガリッシュガーベラ金時？このガリッシュガーベラって植物系モンスターじゃなかった？ああ、おそらくこのモンスターからドロップされる蜜がかかってるんじゃないか。完全に地雷だと思うよ。まあ物は試しさ。値段はいくらだ？2つで800ユルトです。が払ってくれるの？自分の分くらい払うわよ。俺くらいおごるさ。サンキューキリト。さすがモンスター借りまくって稼いでるだけあるわね。そんなことないと思うけど。さーて、私のはもうできたみたいね。じゃあお先にいただきます。食感もあるし、まさしくかき氷ね。見た目だけじゃなく食感も再現されているのか。ちょっと食べてみる？いいのか？一口だけよ。はい。ああ、本当だ、うまいな。でしょ？かき氷なんて久しぶりに食べたわ。どうした？来たー！頭にキーンと。そんなとこまで再現されるのか。すごい作り込みだな。いらないわよそんなこだわり。まあまあ、これも祭りの醍醐味の一つってことで。さて、俺のかき氷ができたみたいだな。なにこれ？ガリッシュガーベラ金時。いや、それはもう聞いたけど、なんていうか、も
ものすごくグロテスクね。私の想像以上だったわ。俺もまさかこれほどのインパクトがあるとは思わなかったよ。これ食べられるのよね。さすがに食べられないものを売ったりはしないだろう。まあそうよね。まあそうだ、さっきリズにかき氷もらったよな。お返しに俺のもあげるよ。いらないわよこんなの。さあさあ遠慮なさらずに。ほら、あー、食べさせてくれるの？ってこんなの食べさせられても全然嬉しくないわよ。そうか、そこまで言うならしょうがない。無理強いは良くないしな。分かったわよ、食べるわ。そうか。なんだ、やっぱり食べたかったんだな。そうじゃないけど。付き合いよ、付き合い。ほら、さっさと食べさせなさい。はいはい。リズベット、楽しそうだな。誘ってみてよかった。お祭りイベントの終わりまでまだ時間があるな。疲れたし、また今度でいいか。お兄ちゃん、早く苦しんでる邪神のところに行こう。ああ、そうだな。この石板に太陽の石と月の石をはめれば何かが起こるはずだ。なんか緊張してきちゃった。俺がはめようか。いい、自分でやる。それじゃあ石をはめるよ。えい。石板が光り出したな。これから何が起こるんだろう。あ、邪神も光ってるよ。本当だ。光がどんどん強く。消えた。お兄ちゃん、あれ、邪神が女神に変わった。どういうこと。元は女神だったの。妖精たちよ、ありがとう。私はアース神族の女神エイル。私を邪神の呪いから救ってくれて感謝します。あのまま呪いが続けば徐々に精神が蝕まれ本物の邪神になっていました。太陽と月、その二つの光をあなた方が取り戻してくれたおかげで呪いから解き放たれたのです。本当にありがとう。いえ、呪いが解けてよかったです。お二人ともう少しお話をしたいところですが、私は主神オーディンの妻フリックに仕える。これから彼女の住む宮殿に戻らなければなりません。あなたは。俺？フリック様のご子息である今は亡きバルドル様と瓜二つではないですか。え？フリック様はバルドル様を失いひどく落ち込まれています。あなたを宮殿にお連れすればフリック様は大層お喜びになるでしょう。
早速宮殿へ向かいましょう。ご案内いたします。え、俺だけなのか。ええ、きっとフリーク様はあなたをお求めになるでしょう。さ、こちらへ。ちょっと待ってよ、お兄ちゃん一人を連れて行く気？私はこの方をフリック様のもとへお連れしなければなりません。バルドル様に代わりフリック様を癒すことができるのはこの方だけですから。それはダメ。すぐ。お兄ちゃんは渡さない。お兄ちゃんはバルドルの代わりじゃない、私のお兄ちゃんなんだもん。すぐ、エイルは NPC だからそんなこと言ってもわからないと思うぞ。それはそうだけど、お兄ちゃんを一人で行かせるなんてやっぱり嫌なの。そうですか、それでは仕方がありません。え、おそらくフリック様も無理に連れてきたのではお喜びになられないでしょう。諦めてくれるの？お二人からは深い愛を感じます。それを引き離すなんて私には到底できません。愛？しかし私はお二人に命を救っていただきました。そのご恩を返さなければなりません。フリック様の住まいペンサリル宮殿にいらしてください。存分におもてなしいたします。いずれこちらからお迎えに上がります。ああ、わかった。こちらこそ、またお会いできることを楽しみにしております。消えたな。とりあえず写真じゃなくて、エイルさんは解放できたんだよね。ああ、まさかの展開だったけどな。しかし残念だったな。エイルについていったらレアアイテムがもらえたかもしれないのに。あ、でもすぐ置いていく流れになってたみたいだからな。俺一人がアイテム独り占めなんてしたら怒るか。そういう理由で引き止めたんじゃないもん。お兄ちゃんが一人でどこかに行っちゃうと思ったらすごく嫌だったの。そっか、エイルも納得してくれたみたいだし、行かなくてよかったな。うん。それにしても NPC のエイルがすぐの言葉を理解するなんて驚いたな。一生懸命伝えたから気持ちが届いたのかな。そうかもしれないな。ねえお兄ちゃん、勝手にどこか行っちゃダメだよ。ああ、どこにも行かないよ。ちゃんとすぐのそばにいるから。これからも一緒に冒険しようね。ああ、よろしくな。メッセージが届いたよ。ああ、俺にも届いた。 NPC とはいえ女神からメッセージをもらうなんてなんだかすごいな。助けてもらったお礼をしたいのでペンサリル宮殿に来てください。だって行こう。お兄ちゃん、お待ちしておりました。あ、エイルさん。我が主フリックの宮殿にお越しいただきありがとうございます。ありがとうございます。すごく豪華な宮殿だな。なんか目がチカチカするよ。ほんと、こんな建物がスバルト・アールブヘイムにあったんだね。あ、食事も美味しそうだよ。北欧の料理なのかな。この料理はお二人のために作ったのです。存分にお召し上がりください。食べようかな。全部美味しそうなんだよね。ああ、珍しい料理もたくさんあるしな。よし、全種類制覇するか。オッケー。ふう、美味しかった。もう食べられないや。ここぞとばかりに食べたもんな。お二人とも楽しんでいらっしゃいますか？今日はありがとうございます。
お二人へのご恩は考えればこれでも足りないくらいですが、喜んでいただけたなら幸いです。やっぱり来てよかったな。エイルさんもいい人だし。前はあんなに渋ってたのにな。あれはお兄ちゃん一人を連れて行こうとしたからで。そろそろ踊り子たちの舞が始まります。お二人も一緒にいかがですか。え、踊り？お兄ちゃんダンス苦手だもんね。でもせっかくだから一緒に踊ろうよ。どうしよう。実はあなたに折り入ってお願いがございます。ん？何ですか？フリック様が一目あなたにお会いしたいと申しております。フリック様は今日の日を心待ちにしておられました。ぜひこの機会にフリック様にお会いし、そして一曲踊って差し上げてください。え、あの、ちょっと。お兄ちゃん、ちょっとこっち来て。あ、すぐ、いきなり俺の手を引いてどこに行くんだ。やっと止まったか。ここでいっか。いきなり宮殿を飛び出してどうしたんだ。お兄ちゃんが誰かと踊るのが嫌だったんだもん。え？ねえお兄ちゃん、さっきの続きしよ。続き？ダンスだよダンス。ねえ、ちょっとだけでいいから。こんな素敵な夜空の下で踊るなんてもう一生ないかもしれないよ。わかった、付き合うよ。やった、ありがとう。って言っても空中で踊るのか。地上より難易度が高いような気がするんだが。大丈夫、お兄ちゃん随意飛行だってすぐできるようになったんだからさ。まあそうだけど、飛行とダンスは違うんじゃないか。それじゃあ空中で踊るコツを教えてあげようか。コツがあるんなら知りたいな。ズバリ楽しむことだよ。うん、ちょっとお兄ちゃん、なんで呆れたような顔するの。全然参考にならないなと思って、もっと具体的な技法があるのかと。ホバリングしながら横移動するの。なんだ、ちゃんとあるじゃないか。こうか。あっ、こっちに突っ込んでこないでよ。ごめん、思いのほか制御が効かなくて。難しく考えるからだよ、私が補助してあげる。いくよ。大丈夫だよ、バランス崩しても私が受け止めてあげるから。ああ。ゆっくり横に。おお、こんな感じか。そうそう、なんだお兄ちゃん上手いじゃない。ああ、飛行の練習だと思うとうまくいくような気がするな。少しずつだけどコツもつかめてきたぞ。意外と楽しいもんだな。予想してたのとは違うけど。あ、流れ星。え、お兄ちゃん早くお願いしなくちゃ。ああすぐは何をお願い事したんだ。教えない。お兄ちゃんは何お願いしたの。すぐがずっと仲良くしてくれますように。え、何それ。せっかくこうしてまた一緒に VR 世界を旅するようになったんだ。これからもずっとこうして隣で笑っててほしいなって思ってさ。そんなの当たり前だよ、私がお兄ちゃんも嫌いになるはずないじゃない。すぐだからお兄ちゃんの願い事は叶ったも同然なんだからね。そっか、さて俺の願い事は教えたんだ、今度こそすぐのを教えてもらうからな。あ、見て見てお兄ちゃん、東の方が明るくなってきたよ。もうすぐ夜明けだね。あ、おい、すぐはぐらかしたな。早くしないと置いてっちゃうよ。私の願い事、そんなの決まってるよ。大好きなお兄ちゃんとずっと一緒にいられますように。